子役時代から芸能界で活躍し、女優として多数の作品に出演している前田亜希、前田亜希さん。姉の前田愛さんと子役時代からチャイドルとして活躍し、飛型が中村勘九郎さんであることも有名ですよね。そんな前田亜希さんですが、とても美しくて可愛いのに結婚しておらず、独身であることがわかりました。とても意外なのですが、今まで元彼や熱愛が報じられたことはあったのでしょうか。そこで前田亜希さんが結婚していない理由や、元彼や熱愛の過去についてまで詳しくお伝えしていきます。前田亜希のプロフィール、愛称、亜希ちゃん、本名、前田亜希、生年月日、1985年、昭和60年、7月11日。身長157センチメートル、出身地、東京都、最終学歴、法政大学国際文化学部卒業、所属事務所、アルファエージェンシー、国字、前田亜希は結婚しておらず旦那はいない。前田亜希が独身の理由は、仕事と姉の影響。前田亜希の元彼疑惑は2人、熱愛スクープはなし。前田亜希は結婚しておらず旦那はいない。1992年、7歳の頃にスカウトを受けて芸能活動を開始した前田亜希さん。子役時代から可愛いと大人気で、姉の前田愛さんと共に数々の番組に出演していましたね。2023年で38歳になられたということが本当に驚きます。そして前田亜希さんが結婚しているのかどうかを調べてみたのですが、2023年時点で結婚されていないことがわかりました。今までに結婚歴もなく、ずっと独身のままのようです。これだけ可愛くて、モテモテなような気がするのですが独身とは驚きますよね。昔からのファンが多く、結婚したいと感じているファンの方もたくさんいました。しかし世間では、前田亜希さんは結婚していると思っている方がとても多いようです。なぜ今まで一度も結婚されていないのに、結婚していると勘違いが増えているのか気になるところですよね。調べてみたところ、姉の前田愛さんの結婚と間違えている方が多かったようです。もともと愛さんと亜希さんは似ていると言われていて、間違えて覚えている方もいました。姉の愛さんは、2009年10月に歌舞伎役者の2代目中村勘太郎、現6代目中村勘九郎さんと結婚。その後は歌舞伎役者の妻として女優活動はしておらず、二円の妻として大活躍されていますね。また長男は3代目中村勘太郎さん、次男は2代目中村長三郎さんとお子さんにも恵まれ、お子さんも歌舞伎デビューをされています。その印象は本当に強くて、歌舞伎界だけでなくテレビでも取り上げられ中村家は大人気となっています。前田愛さんにその印象があるため、前田亜希さんも結婚していると勘違いされている方もいるのでしょう。また姉妹がよく似ていて間違えられる理由としては、やはり子役時代の印象が強いですね。二人は1993年、マクドナルドの CM で共演しそこから姉妹共演がとても増えていきました。1994年には、あっぱれさんま大先生で姉妹として出演し、それからはドラマに出演するなど姉妹で本当に大活躍をされましたね。また姉妹での CM 出演も増えていき、二人セットの印象が当時はすごく強かったですね。その後は姉妹それぞれ、子役として多数の作品に出演。前田亜希さんは1995年から、戦災テレビくんにもテレビ戦士として出演し、映画、学校の怪談シリーズでもヒロインを務めるなど大活躍。まだ子供のイメージがついている方もいるかもしれませんが、それからずっと女優として活躍しここまで来ています。よって姉妹を勘違いし、亜希さんも結婚していると思っている方も多いのかもしれませんね。
2023年まで結婚をしてこなかったのですが、では一体なぜ独身なのか気になるところです。前田明が独身の理由は、仕事と姉の影響。前田明さんは、特にこれまでなぜ独身なのかを公言されたことはありません。これだけを美しく活躍を続けているので、さらにモテていたようにも思えますよね。では勝手ではありますが、なぜ独身を貫いているのかを考えてみました。まず一つ目は、ずっと仕事をしてきたため仕事を休むことなく集中されているからではないでしょうか。子役時代から活躍が止まることがありませんし、2023年もドラマなどによく出演されています。某芸能のお仕事をしていることが当たり前となり、ずっと仕事に集中されているのかもしれませんね。しっかりと高校、そして大学まで卒業しながら女優の仕事を続けてきました。ドラマや映画のみならず、舞台にもかなりの数出演されています。女優の仕事が天職であることは間違いなさそうですし、鮮明に取り組まれていることがわかりますよね。そして二つ目の理由としては、姉の影響もあるかもしれません。前田愛さんが26歳で結婚し、お子さんを出産している姿を一番間近で見てきたと思います。幸せな部分も大変な部分も見ているからこそ、まだ結婚はいいかなと感じているのかもしれません。それか、おいっ子たちが可愛くてそれで幸せを感じているのかもしれませんね。結婚願望があるかどうかはわかりませんが、年齢もまだ2023年で38歳です。今はしっかりと仕事をこなしてから結婚をする方も多いですし、結婚という形を取らない方もたくさんいます。今後、突然の結婚発表もあるかもしれませんね。前田明の元彼疑惑は2人、熱愛スクープはなし。ではこれまで、前田明さんに彼氏がいたのか、熱愛があったのかを調べてみました。しかしこれまで、特に熱愛スクープを取られたことはありませんでした。確実に交際をしていたという方はわかっていないのですが、少しでも噂になった方を見ていきましょう。生田斗真。子役時代に、天才テレビくんで共演していた。俳優の生田斗真さん。二人が付き合っているのではないかという噂があったのですが、確かな情報はありませんでした。おそらく共演をしていて二人とも今も俳優として活躍を続けているため、付き合っていたのではという噂になったのではないでしょうか。現に生田斗真さんは、清野菜名さんと結婚されています。二人が今も交際しているということはありえませんし、ただの噂だった可能性が高そうですね。ロバート秋山、次に噂になっていたのは、お笑いトリオ、ロバートの秋山隆二さんです。特に共演したという情報もなく、なぜ突然噂になったのか驚きますよね。二人で出かけていた、一緒にいたという情報もなく、どこから噂が流れたのかもわからない組み合わせです。現に2008年にロバート秋山さんは結婚されていますので、交際していたという噂はデマの可能性が高いでしょう。このように、前田明さんには過去に交際したという元彼の情報は見つかりませんでした。かなりプライベートをしっかりと管理されているのではないでしょうか。今後の女優のお仕事で活躍されることを期待していきたいですね。